リスネ豚赤坂里奈さんでございます。おめでとうございます。エントリーナンバー6番赤坂里奈さんです。おめでとうございます。続きましてミスねぶた針山萌さんでございます。おめでとうございます。エントリーナンバー2番針山萌さんです。どうぞお二方に今一度皆様大きな拍手をお願いいたします。それではミスねぶたに選ばれたお二人には前年度のミスねぶた市川智美さんと須桃沢千里さんからティアラとタスキが渡されます。まずはお二人からミスねぶたのタスキが渡されます。はい、それでは皆さんの声、お顔を見ててください。はい、前年度のお二人ありがとうございました。それでは発表をお願いいたします。それでは発表させていただきます。ミスねぶたグランプリ山口智子さんでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。2016ミスねぶたグランプリは山口智子さんです。今一度大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。前年度のミスねぶたグランプリ久住真理奈さんからティアラとタスキが渡されます。おめでとうございます。それではせっかくですからお三方に少しお話を伺いましょう。山口さんにお話を伺いましょう。さあ今ティアラとタスキがかけられました。どんな思いですか？はい、素直に嬉しいです。今回第45回ですよねという節目でミスねぶたになることができましたので、代々ミスねぶたの皆様方が青森ねぶたについて PR してきたというところで、ミスねぶたの名に恥じぬよう精進してまいりたいなと思います。はい、おめでとうございます。お話を伺いましょう。さあ、どういった気持ちですか？すごく嬉しいです。この思い誰に伝えたいですか？まずは応援してくれた家族と友人に伝えたいです。会場に、はい、手を振ってくださっている皆さんがご家族なんですね。友人です。友人の皆さんですね。はい、ありがとうございます。この1年どうやって青森ねぶた PR したいですか？はい、私自身大学生なんですけど、大学のみんなに結構県外の方が多いので、青森ねぶた、せっかく青森にいるから青森ねぶたを一緒に行こうって、はい、楽しさを伝えていきたいです。はい、ぜひ伝えてください。おめでとうございます。前半の2番目でした。どうですか今は？とても緊張したんですけれども、選んでいただいてとてもありがたく思っています。この1年どういう気持ちで活動したいなと思いますか？はい、私自身とてもねぶたが大好きなので、初めて来ていただいた方にも楽しさを伝えられるように頑張りたいと思います。はい、おめでとうございます。どうぞ皆さん、今一度大きな拍手をお願いいたします。グランプリには山口さん、そしてミスねぶたに赤坂さんと栗山さんが輝かれました。おめでとうございます。
でとうございます。ありがとうございました。プレゼンターの皆様、審査員の皆様、ありがとうございました。そして、お三方どうぞステージの中央まで皆さんの方にお顔をお向けください。さあ、今年の2016ミスねぶたコンテスト、ミスねぶたにエントリーナンバー6番の赤坂里奈さん、そして2番の針山萌さん、そして2016ミスねぶたグランプリにはエントリーナンバー10番の山口智子さんが輝きました。どうぞ今一度皆様、お三方に盛大な拍手をお願いいたします。誠におめでとうございます。以上をもちまして、ミスねぶたコンテストを終了させていただきます。本日は長時間ご来場くださいまして、誠にありがとうございました。どうぞ皆様、お帰りの際にはお忘れ物のないようお気をつけてお帰りください。またこれよりマスコミ各社の、報道取材に移りますので、各社の皆様どうぞステージ中央までお集まりください。観客の方も、お客の方も、観客の方も一緒に盛り上がっていけるように頑張りたいと思います。まあ、来週には六根祭もあったり、はい、ねぶた祭りから、まあ、皆さんのお仕事は本格的に始まると思うんですけど、ねぶたっていうものをこう皆さん触れ合える機会がいっぱい増えると思うんですが、はい、そういう点いかがですか？そうですね、本当に青森市内の方にもそうですし、県内の方、全国の方、世界の方にも一緒に触れ合って楽しんでいけたらいいと思っています。ありがとうございました。改めておめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちをもう一度お願いします。すごく選ばれると思ってなかったので、とても嬉しいです。どうでしょう、弘前に今住まれているということで、はい、まあ、ねぶた祭りも弘前あると思うんですけれども、はい、なぜやっぱりこう ねぶたっていう風に言ったかなっていうところ、実は弘前にまだ1年しかいなくてねぶたが大好きで、同じ期間にかぶってるので、まだ弘前のねぶた見たことなくて、ねぶたとにかく大好きです。どんなところが魅力ですか、ねぶたの？ねぶた、私ハネットとか林とか全部の立場から参加してきたんですけど、そのどの立場から参加しても楽しいというのがねぶたの魅力だと思います。いろんなこう求めているものが違うというふうに思うんですけども、はい、まあ、リピーターの方だったりという方に対してどういうふうなところをこうねぶたのところを PR していこうかなと思いますか？まず一回も来たことない方っていうのが、そもそもねぶたを知っていないっていう人もいたりとか、あと知っていたとしてもなんか来れないきっかけみたいなところがあるので、そこをまずちゃんと把握した上で、なんかこうもっとこう青森に行きたいな、ねぶたを見たいなって思ってもらえるポイントをまず把握して PR していきたいなっていうところがあります。リピーターの方々にはその満足していただいた点っていうところがどういうところにあるのかっていうのが、イコール青森 の強みというか、いいポイントとして認識されていると思うので、そこをもっともっと PR していければなと思っています。たまら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 3人仲良く笑顔で、はい、お願いします。